陽明山国家公園の一陽明山は中華民国台北市郊外に位置する山。陽明山国家公園に含まれ、現在は風景区温泉として観光開発が進められている。旧称は草山と称されたが、1950年に当時の中華民国総統、蒋介石により現在の名称に改名された。なお、陽明という名は、 秋代の学者を陽明にちなんでいる。陽明山は、大田室山や七瀬遺産など、複数の火山から形成される地域で、噴火口やカルデラなどの機関を目にすることができる。北投げから金山にかけてのラインには、断層が走り、そこから、数多くの温泉が湧いている。標高の高い箇所では、亜熱帯に属しながらも陶器になると、 ごく稀に積雪が観測されることもある。陽明山が雪化粧した姿を、トン山積雪と称し、淡北八景の一つとされている。陽明山中腹は、台湾別荘地として開発され、週末には夜景を楽しむ観光客で賑わっている。陽明山公園は、台湾で三番亀に成立した国家公園である。陽明山は救命を草山と称し、 具体的な山を示すのではなく、大田室山、七星山、社坊山、召喚の山により構成される山辺を総称したものである。大田室火山群を主とする火山による景観が陽明山国家公園の特色である。公園中には一般に開放される、小油港遊遺湖区、霊水構地区、大田室遊遺湖区、双子壺遊遺湖区、京天三影地区、陽明小区、 林五道故郷、う邦国ょ、谷遊ぶ、いこいおよび学術研究者にのみ解放される、生態保護区として、数のこうほごく、むげんこほがある。園内の海抜200から1000メートルの地域114.55平方メートルは、亜熱帯、温帯気候区に属し、稀に降雪が観測される。 積雪した風景は、タムロ山積雪と呼ばれ、淡水発景の一つに数えられている。ありがとうございます。